わざとです。すいません。こうお昼行けたんですけどね。パソコンとかちょっとやめてほしいんですよ。僕らの MD と CD にしかこうかけてあげるしかできない。なんかマウスとか使ってなんか音響をかけるとか難しいです。じゃあ今日は琴音の誕生日ということでございまして、ご来場いただきましてありがとうございます。それでは、キアラに、お友達のキアラに歌ってもらいます。いきます。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアコトネ、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう。ハッピーバースデー。すごい。じゃあね、1年の抱負をお願いします。真面目になりたいと思います。いや、普通に真面目になるか。ママごめんなさい、いつもすいません。お前ら二人はな、一緒になったらな、どこ行ってん、いつも。それはちょっとここでは言えないですね。その間にかね、21歳になっちゃいまして、分かってるやん、ね、めちゃめちゃ22歳と思ってましたよね。はい、22歳やりました。いや、僕は自分の年も分からんなってググりましたから、ね、ちょっと給付金のやつ申し込みに行かないかな。自分の年、まずは38歳です。あ、39です、すみません。そう、俺38だと思ってる、自分のこと。もっと37だよ。マイラ、はい、挨拶をどうぞ。ね、鬼、すごいお兄ちゃん有名人のしてます。お兄ちゃん有名人のしてます。知らない。巨人の一軍のピッチャーですよ、お兄ちゃん。すごいでしょ。もっと驚けよ。すごい、すごいでしょ。そう、リリーフやんな。はい、琴音、今日は呼んでくれてありがとう。じゃあ愛のメッセージやね。親友ちゃん愛してるよ。はい、終わりです。だけいつも伝えてるやん、愛のメッセージだろ。これからもよろしくお願いします。はい、ね、ということでございましてですね、先にお入りの手打ちの方をさせていただきたいと思いますので、はい、じゃあ今日は琴音がね、誕生日ということで温度を取ってください。すごいね。ナイトショーに皆さん登ってくれたらトリプルになりますので、トリプルのお入りを手打ちをしたいと思います。頑張れ。珍しい答え。はい、確定ということで、はい、ではお入りいただきました。お金出さないから、ね、お願いします。いただきます。お入りおめよー。お疲れ様でした。すごいとこ取るやん。はい、今日は、僕は、お手伝い役にほとんど回らせてもらって、はい、させていただきました。いい声にできたんじゃないかなと、そう思っております。来年も、今日みたいに成功に収めれたらなと、そう思っております。本日はお誕生日ではないけど、誕生日公演おめでとうございました。今日は天海プロでの公演をいただきましてありがとうございました。これからも精一杯、琴音が頑張ることだと思いますので、どうか、これからも劇団沢村よろしくお願いいたします。よっしゃ、お誕生日おめでとうございます。
これからもよろしくお願いします。どうぞ。渡辺ちゃん、誕生日おめでとうございます。ダイエット頑張ってください。はい。みーくん、おめでとうございます。これからも頑張ってください。娘に一言、娘に一言、これからも元気よく大きく育ってください。はい、じゃあ、頑張ってください。やばいじゃないよ、俺の YouTube に載せて。はい、琴音ちゃんお誕生日おめでとうございます。立派になって嬉しいです。今日はお芝居最高、よかったです。琴音、誕生日おめでとうございます。また呼んでください。ありがとうございました。はい、どうぞ。はい、お疲れ様です。お誕生日おめでとうございます。主演までちょっとお芝居共演やらせていただきましてありがとうございました。また、来年も、頑張ってください。はい、大丈夫大丈夫。これ、あのコンプラ大丈夫？大丈夫大丈夫大丈夫です。今日は皆さん本当にありがとうございました。お子たちもありがとうございました。来年も頑張ります。うるさいぞ、うるさいぞ。来年も頑張ります。ありがとうございました。はい、で終わりましょう。はい、ココトちゃんおめでとうございます。はい、今日よかったね。はい、やだな。